名古屋城は、非全国松浦郡名古屋、東松浦郡玄海町にあった、日本の城。太公、豊臣秀吉が、文禄の役を始める前に築かせた。現在、国の特別史跡に指定されている。平成18年には、日本百名城に選定された。非全名古屋城図病部名古屋は、海岸戦争に細長く広がる松浦郡の北東部の、 小さな湾内に位置し、中世には松浦島の交易拠点の一つであった。ここにはもともと松浦島の旗頭、旗市の一族である名古屋市の居城、柿福城があったが、豊臣秀吉は大陸への侵攻を起とした際、ここを前線基地として大掛かりな築城を行った。名古屋城は、鳩岬の丘陵を中心に17万平方メートルにわたり、 築かれた平山城の陣城である。五十天守や御殿が建てられ、周囲約三キロメートル内に百二十カ所ほどの陣屋が置かれた。城の周囲には城下町が築かれ、最盛期には人口十万人を超えるほど繁栄した。秀吉の死後、大陸侵攻が中止されたために城は廃城となったと考えられており、建物は寺沢博隆によって、 カラツ城に移築されたと伝わる。石垣も江戸時代の島原の乱の後に一揆などの立てこもりを防ぐ目的で要所が破却され、現在は部分が残る。歴史上人為的に破却された城石であり、破却箇所の状況が復元保存されている。黒沢明監督による乱公開のロケ地の一つに名古屋城が選ばれ撮影が行われた。史跡名称は、 名古屋城跡並人跡であるが、鎮税町教育委員会の堀園隆史は、人跡以外の遺物や遺跡の様子から、より包括的な名称として、非前名古屋軍事都市遺跡という名称を提唱している。名古屋城、本丸跡天正15年、豊臣秀吉は、九州の役で、島津義久を下した後、天正18年、小田原の役において、欧州立正宗を服属させ、 北条氏名を下し、徳川家康を関東に違法して、天下統一を成し遂げた。国内統一の途中において、すでに秀吉は世界に目を転じており、九州平定以来、高来つまり、李氏朝鮮に、服属と名声罰への協力を要請したが、朝鮮は拒絶した。その後も、津島の周議長らが、複数の交渉を重ねるが、朝鮮側は拒絶の意思を変えなかった。 なお、秀吉は、同様に、琉球や、ルソンや、鉱山国にも、使者を出した。浅野文庫所蔵諸国古城の図修議里氏から、交渉決裂を聞いた秀吉は、天正19年8月、ら入りを、翌年春に結構することを全国に告げ、非前の名古屋に、前線基地としての白築像を、九州の大名に命じた。秀吉は、 自分の地元名古屋と同じ名古屋という地名を奇遇に漢字、城の立つ山の名前が勝男山と縁起がいいことにも気をよくしこの地への築城を決めたのだが、この地の領主であった旗親はこれに反対したため不況を買った。また老いの内大臣、豊臣秀次に関白を譲って、自らは太公となった。9月、平戸城主、松浦重信に命じて、 生きの風本に城を築かせた。その築城の担当は、松浦重信、日の光城主、有馬春信、大村城主大村期前、後藤城主、後藤住春であった。なお、城石から出土した河原に、天正十八年の命があるものが発見されたことから、築城開始時期が、通説の天正十九年より早かった可能性も考えられている。十月上旬。 全国の諸大名が名古屋へ到着し、白武神に取りかかった。松浦古事記によれば、20万5570余りの兵が高来へ渡り、名古屋在人は10万2415兵で、総計30万7985兵で陣立て、された。築城に際し、縄張りを黒田義隆、そして黒田長政、加藤清正、 小西幸長、寺沢広からが、不審奉行となり、九州の諸大名を中心に動員し、特管工事で8ヶ月後の文禄元年3月に、完成した。規模は、当時の城郭では、大阪城に次ぐ高層なものであった。ルイス・フロイスがあらゆる人手を書いた荒れ地と評した名古屋には、全国より、大名集が集結し、野も山も空いたところがないと水戸の平塚旗��が、 書状に記している。空入りの期間は、以前名古屋は日本の政治経済の中心となった。築城にあたっては、本丸スキアや旅館などの作事分業を、長谷川総人が担当した。大手門は、三巻官兵城が担当し、各所の建築が分担された。名古屋城のステレオ空中写真国土交通省国土、シリーン地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成名古屋城、馬場、後本丸、二の丸三の丸、山里ル和などを廃止、本丸北西宮に、暴露型57階の天守が築かれた。城跡からは金箔を施した瓦が出土しており、天守に吹かれていたものと考えられている。城郭の周辺には、各大名の陣屋が配置された。完成後もたびたび改築を繰り返したとされ、本丸西側は築城後に、 石垣部分を壊すことなくそのまま埋め立てて増築されたことが判明し、旧石垣も発掘展示されている。三の丸櫓大北川では築城後に改造を受けて門が設置され、その後また撤去されたことが発掘調査で判明している。本丸大手、大手口、東出丸周辺も構造や櫓、城門に大きな相違が見られ、残された。 以前名古屋城図病部の2枚とも、現状と異なる部分が確認されている。西国州を中心に、総勢15万8千の兵が旧軍に編成され、4月1日に、小西行長、衆議地率いる第一陣が、朝鮮半島へ出兵したのを皮切りに、名古屋を出発した諸隊は、一気、津島を経て、朝鮮に渡っていった。秀吉は、 京都樹落台を3月26日に出発し4月25日に当地に到着している。以後大満どころの帰得寺を除いてこの地が本営となる。在場中、秀吉は都会した諸将に指示を出す一方で、山里車るわに気づいた茶室で茶会を楽しんだり、売り畑で仮装大会を催したりした。文録の役では、最終的に20万以上の兵が名古屋から朝鮮に渡った。 当地には、西国州の都会後も、東国州と、秀吉旗本州の、約10万の兵が駐屯している。多くの人員を養うには、水源が足りなかったようで、水不足が原因の喧嘩が絶えなかったという。朝鮮半島で戦線が降着すると、翌文禄2年4月には講和交渉が開始されるが、交渉が破断すると秀吉は、再び慶長2年2月から14万人を、 朝鮮半島へと上陸させた。この慶長の役でも補給、連絡の中継地として名古屋は重要な役割を果たした。慶長3年8月18日、秀吉が没したために全軍撤収し、名古屋城もその役割を終えた。出兵の期間中、秀吉が登場に滞在したのは延べ1年にかヶ月であった。朝鮮撤退後、この地は、 寺沢広高の治めるところとなった。関ヶ原の戦いの後、慶長7年、広高は唐津城の築城を開始した。この際に名古屋城を解体し、その遺材を使用した。これ以降に、二度と城が利用できないように、用となる石垣の四隅を切り崩すなどの作業が行われたが、その理由と時期については明確でない。 岸田家文書によると、島原の乱直後に準権した江戸幕府老中の指示で、一揆が起こった際に、名古屋城が利用されないように破却したと記録されている。また、それ以前の一国一条例を受けての破却とも、名古屋城を破壊することで幕府が、民国や朝鮮と関係を改善する、意思表示をしたとの見方もある。また、大手門は、伊達政宗に与えられ、 仙台城に移築されたと伝わっている。西越、名古屋城豊大太鼓家図松浦古時記には、初代名神馬のこととして102人の武将の人称の所在地が描かれているが、現在、名古屋城周辺には118箇所の神跡が確認されており、うち65箇所に遺構が残っている。特別史跡に指定された神跡は以下の23箇所。 1956年に発足した鎮税庁の初代町長、名古屋教一が、農業業中心の町を活性化するために必要として、指揮者と協議し、名古屋城天守閣復元計画を作成し、1962年に佐賀県教育委員会を通して国に復元許可を申請した。しかし国は天守閣の存在を示す、確かな証拠がないとして却下した。 このことに対し当時の役場職員は国や県の役人が歴史的な背景もあり難しいと言っていた。あの時代、朝鮮侵略を掲げた拠点を盛り上げることはできなかったのだろう。実際に町には計画に反対の声が多数寄せられたと述べ、朝鮮民族に対する配慮が背景にあったと推察している。その後、1976年から数十年にかけて、 行われた発掘のデータと仮の葉の絵師、か野光信による非前名古屋城図描部をもとに、清和夫神奈川大学名誉教授による監修のもと、天守や本丸の設計図を書き起こし CG 化。2015年にタブレット端末等を用いて再現 CG を見ながら、名古屋城跡を散策できるバーチャル名古屋城のサービスを開始した。ありがとうございます。